これでもなかなか面白いテーマを研究者としてぶつけられた気もするけど、とても厄介なテーマでもある。厄介ですね。え、自分の専門領域と違うところも掘っていかないと結論を出しにくいっていうか、非常に広くて、うん、初めは本当に SNS だけだったのが、人間のがどうやって死を受け入れるのかとか、あと人との関係っていうものによって、それこそ家族のは残したいという自分の消したいとか、友達に預けたいとか、これインタビュー調査してるとさらに見えてきて、地元の人には明かしたいけれども、でも遠くの人嫌だとか、その逆もあったりで、本当に生きてるものをそのままどうやってこう次に持っていくかっていうところと関わってるなっていうことから、本当に大きな領域にわたる問題に手を出してしまったなという感じです。そうですね。多分あれでしょう、研究者人生スタートしてきた時にここの領域こんな広がるとは思わないで、はい、思いませんでした。面白いな。僕実はね、この論文とか書かれてらっしゃるものを拝見してて、前から思ってたんですけどね、うちは看護学部があるから、いわゆる教養の科目で死生学作ればいいのにと思ってて、でなんとなくキリスト教の大学だから、そのキリスト教学の先生とかやってもらうのはいいのかなと思って、あ、これはオムニバスで、例えばキリスト教、まあこれは絶対必須ですけど、キリスト教学の先生が入っていたりとか、哲学倫理学の人もいたりとか、生命科学の人もいたりとか、で、ああ先生みたいな人も入るべきなんだなっていうふうに思ってね、本当はそんなんでオムニバスの授業ができたら、キリスト教も軸にしながら死生学やってますよっていうのがあると、いや別に看護学部に限らないんだけど、看護ってまあね、変な話ですけど、技術を身につけていくっていう意味ではどこの大学やどこの専門学校でも身につけてもいいのかもしれないけど、現場に看護師として出てった時にね、あ、関東学院でそういう死生学も学んできた、ちょっとそのケアの仕方が違いますねとか、そういうのがあるとなんかとてもいいななんて思いながら先生の論文を拝見してて、まあでもこれあれですよね、研究の醍醐味といえば醍醐味で、多分そういう、インターネットとかそういうところにね関心持って入られたけど、まさかこっちまで、だから変な話ですけど、大学1年2年の時にいわゆる一般教養をやらされてる意味もそこにあってね、後からつながってきて、ゼロベースじゃなくてなんか残ってるじゃないですか、あれだなっつって手がかりがあって、まあそこ深掘りしていくとかね、なんかやっぱ最終的に専門性と教養っていうのは両方ないと、こういう特に現代的な正解もないようなテーマを、まあ研究者だからそれを発見してそれに挑んでいって、まあどうだって見せていくのが研究者だとすると、やっぱそういう意味での裾野の広さがないと結構しんどいかもしれないっていう。そうですね。さらに私の場合ですと、キリスト教に触れていたことも大きかったです。私自身は受洗はしてないんですけれども、中学高校がキリスト教で、やはりでこちらでもたまに礼拝出るんですけれども、やっぱりこの生きてること、死ぬこと、それから何か、その何かに祈るということ、それはどういうことなのかなっていうことをやっぱり突き詰めて考えてきたことは今回生きてますね。私もクリスチャンじゃないんですけど、うちの場合だと、まあ学部によって違いますけど、うちの学部はやんないですけど、理事会とか出ると必ず開会礼拝って言ってお祈りの時間があるんですね。でコロナ前は、まあ、その場を怪我してはいけないから、もちろんその一緒にやるんだけど、コロナになってからお祈りの言葉を、まあ、いろんな先生方がやられてるけど聞いてて、結構なるほどなと思うことが多くなってね、こういうこう人知を超えた科学で解明できないような状況があって、しかも不安感が募ってる時に、なるほど、こうやって神に祈って何かこう心の拠り所を求めるっていうのは、ああ確かにあるなって、でそうやって思っていくと、言葉をこう何て言うのかな、ちゃんと聞くようになっていくと、あ、なるほどねってい う, こう割と真理をついてるような、でうちのパソコンって立ち上げると出てくるわけですよね、今日のありがたいお言葉がね。でもそういうのを見るようになったんですよ、それなるほどなっていう、ああ確かにそうだよなっていう。だからそういう意味では、そのたまたまですけど、信仰してようがしていなかろうが、たまたまうちはキリスト教ですけど、そういうところに接しているっていうのは、なんかいろんな意味でね、こう現代の課題を考える時の一つの軸になる感じは確かにしますよね。やっぱ教養大事なんだなってすごく思いましたし、いやこれは論文、まあ先生が何の研究者なのか、正直最初これ読んだ時分かんなくなったんですよ、何なんだろうかと。もともとそういうメディアとか情報とかそういうとこだったはずなのに、これってもう哲学倫理学だよなと思った時に、この先生は何の専門なんだろうか、この動画の以前のやつなんかで言う、例えばブラックホールのね、研究みたいんで理工学部の中島先生、ほら分かるんですよ、
だけどどんどん展開していって、でもこれがやっぱり研究者としての面白さだし、だから研究に終わりはないっていうんですかね、うん、もちろんいつか定年は来るけど、定年になったからってテーマ自体は解明できてないからどんどん続いていくわけだし、はい、まあ寿命が来たとしたってそれは未完で終わるわけだから、ここをなんかそう、特に今回の先生の業績を拝見する中で一番感じたかもしれないですね、この広がりとか、うん、でわけわかんなくなってくるんですよね。でもいつかちょっと5年10年経った時に あれってこういうことかなって戻ってきたりとかね、はいはい、それをなんか今新たな 未踏の地にこう踏み込んでどういこうかなってしてるような、そういうのをすごく感じたんですよね。ね、もう興味が赴くままにやってるようなところもあって、うん、やはりその人文系のところですとか宗教姿勢っていうの他にやっぱり一方で人工知能の勉強もしてて、うん、やっぱり人工知能に関してもここもあのネットの匿名性等々のところでプライバシー等々も関わってきた部分ではあるんですけれども、うん、改めてその人間って何だろうとか、うん、その再生するって何だろうということになるとやはり人工知能のところに入らざるを得ないとなると、やはりそのデータを入力して、うん、まあ、何らかの出力をするっていう、うん、そのごく本当にシンプルなシステムって何だろうっていうところに立ち返って、うん、その入力するデータっていうところを亡くなった方が何も関われないっていうのは、うん、これいいのかなと。じゃあそこにある程度関われるようにすると出てきたものっていうところはじゃあ誰のものになるんだろうなっていうふうな、うん、そういうふうにちょっとシステムとして考えるなんてことも一方でしていて、本当に広いですね、そこは。そういう意味でも常に今から新しく勉強するっていうところが多いなと思いますし、うん、でも新しく勉強していてもそれが過去にやってきたこと、うん、積み上げてきたことに必ずこう結びついてくる、うん、そこがすごい楽しいです、うん、そうそう、あ、こういうことか、そう、これあの大学院生時代気づかないんですよね。ある程度こう研究者として自立して、僕も本当40過ぎてからかな、そういうつ、うん、あの時のこれとかつながってきたり、はい、若い頃ちょっともう手つけられないから寝かしといたのが戻ってきたりね、あれってこういうことだったのかって、はいはい、そういうのはなんか研究者としての醍醐味で、あとね、もう一つね、これは僕が狙ってるところなんですけど、この動画を撮ってる意図もあるんですけど、うち11学部あってものすごいいろんな分野の先生がいる。でたまたま学長になったからよその学部の先生、面白い先生をこう今こうやって発掘してる最中なんだけど、面白いですよね。で、あ、例えば今の話聞いたら、あ、先生とこの先生くっつけたらなんかできそうだなとかね、そういうのがいっぱい浮かぶんですよ。でコロナだからそういう場がちょっとリアルで少ないじゃないですか、うん、本当は、毎年夏に全学教員研修会なんてやってるんですけど、その研修会でねこうやった後に、うん、例えば懇親会みたいなねちょっといっぱいやる機会があれば、さっきのあの話なんですけど、僕もこれ関心あるんですよってできるじゃないですか、はい、だからそれをねできればコロナが収まってきたらやってというのと、私自身だったり、まあ、他の教職員でこの先生とこの先生のテーマ関心って、あの分野は違うけど合うよねっていうのをこうなるべくくっつけていくような、あの実際今、複数の学部で私が勝手に集めた、今日の夕方もやるんですけどね、研究会やってみたりとか、 ある先生から、栄養学部の先生からこういうことやりたいんだよねって聞いたら、別のこっちの建築環境学部の先生がやってることとつながるなと思って今つなげることをしてみたりとかね、それから今度館内キャンパスに先生行かれますけど、館内キャンパスの研究棟は学部ごとに分けないでくれって、これはもう一番強く言った。隣が全然違う分野の先生、他の学部のってた時に雑談する中で何か絶対生まれるから、で結局アイウェイを順五十音順になったんで、これはね新しい何かがね生まれるし、必ず自分にとって返ってくる、研究者としての自分で、そこで得たものをこうやって発信していくことで、なんていうのかな、社会に対して研究者としての責任でもあるし、大学としてもこうなんか貢献していることになるから、ちょっと楽しみですね。そういう意味ではね、館内に行く産学部の先生合わせたね、あのプロジェクトもね今やってきましたし、はい、まあ、いろいろね軋轢もあったりもするんだけど、そこもねやっぱりパラダイムが違う、分野が違うところでぶつかったりするのも含めて、なんかこう新しいものが生まれるね、予感を感じさせる、まあ、そういう意味で、ああ、今日の研究の話を伺ってて、なるほどなっていう、こう、ああ研究者ってそういうもんだよなって、うん、知的好奇心って全然こう収まらないよなっていう、うん、なんかそれはすごく感じましたし、であればこれだけ多様な分野の教員を抱えているうちの大学という場を、まあ、先生も生かしてもらうとすごい研究が、はい、まあ、倫理学の教員も、経営学部いますから、うん、結構同じフロアとかね、コーヒーを談話室飲みに行った時にばったり会って、そこで弾んだ会話がなんかヒントになるかもしれないし、はい、そういうなんか
楽しそうな未知との遭遇がこれからもあると、この研究も難しい研究だと思いますけど、なんかどんどん進むのかななんて思います。最後に一言、何かこのテーマ、今研究されているテーマに関わって、なんか見てらっしゃる方にメッセージがあれば、こういうことを私これからやりますよでもいいし、こんなことを今研究してるんで皆さんもここをちょっと意識して生活されたらいかがですかとか、なんかそういうのもあるんです。そうです、まあ、デジタルで死んだらどうするかって話ばかり、死を前面に出してしまったんですけれども、うん、まあ、死というのは本当に一つのきっかけで、自分がどうやって生きてきて、このたくさんのデータをどうやって残していくか、あるいは自分はこれだけは残したくないなっていうふうにコントロールしていくかっていう、もう時間も空間も超えて自分のデータをどうするかって話なんだと思うんです。でそういう意味ではいっぱいデータ、なんかデータ取ったりとかデータを発信したりするときに、その時に躊躇するよりはもうたくさん出してもらって、うん、で残せるものは残していく、そしてその残し方としてどんな風に残っていったら100年後の人に伝わるかなと、うん、で100年後になったら残ったデータでもっといろんなことを蘇らせてくれるかもしれないわけですよね、うん、それが楽しみだなと思えると、自分のデータや自分が残すものについてまた違う考え方ができるのかなという気がしています。はい、なかなか深い100年先まで考えるっていうところもあったりして、あんまり意識してませんでしたけど、今日なかなかあんまり私も考えてもいなかったことに話が展開してすごく勉強になりました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。